驚いたな。まるで鏡を見ているみたいだよ。確かに見れば見るほどよく似ているな。そうだね。あえて違うところを挙げるとすれば服装ぐらいなものか。自分と同じ顔をした人間が3人以上はいるっていう話を聞いたことがあるけど。そうなのか。僕は初耳だけど。ああ僕の故郷の言い伝えだからね。故郷？それってどこの地方だい？アーリアだよ。アーリアにそんな風な伝承はあったかな。僕は初耳だけど。まあ古い言い伝えだからね。普通は知らないんだよ。そうか。ところで君の名前は何て言うんだい？まだ聞いてなかったね。僕の名前はクリスだ。僕はクロード。どうだろう。こうして僕らが出会ったのも何かの縁だし、少し飲んでいかないかい？飲むって何をだい？こういう時は酒に決まっているだろう。残念だけど今は少しね。そうなのか。悪いな。いや気にすることはないよ。出会えただけでもよかったとするよ。またどこかで君に会えるといいな。ああそうだね。しかし僕が言うのもなんだけど、変わった格好したやつだったな。いや僕は未成年だしお酒は飲めないよ。未成年？成人していないと何かあるのかい？え？あ、僕の生まれた故郷ではお酒は20歳からって規則があって。変な規則だな。さっきの言い伝えのことといい、変わったところだね。すまない。君の生まれ故郷のことを悪く言ってしまって許してくれ。え、いや。世の中には納得のできない決まり事というものが数多くあるんだな。酒が飲めないのなら仕方ない。またどこかで会えるといいな。あ、そうだね。そうだね。せっかくだし。そうか、嬉しいよ。でも僕は未成年だからソフトドリンクにしておくよ。この雑然としたにぎわい、聞いた通りだ。あれ？クリスは今までに酒場に来たことはないのかい？恥ずかしながらね。それじゃクリスが初めて酒場に来た記念に、僕たちの数奇な出会いに乾杯！乾杯！しかし友と一緒に過ごす楽しみをこんな安酒場で堪能できるとは思わなかったな。この気さくな雰囲気、宮廷とは大違いだ。何か言ったか、クリス？いや、気にしないでくれ。変なやつだな。今まで一人で逃げてきたが、これほど人に心を許せた時は初めてだよ。逃げてきた？どこから？それは言えないんだ。すまない。何か罪でも犯したのか？まさか。僕はむしろ被害者の方だった。自由を求めて逃げてきたんだ。それ以上は聞かないことにするよ。何か深い理由があるんだろ？ありがとう。さて、そろそろ行かないと。世界は広い。まだまだ僕の見るべきものが数多く存在しているはずだ。そうか、もう行くのか。またいつか会えるといいな。そうだな。感情は僕に持たせてくれ。それから僕らの友情の証にこれを受け取ってほしい。え？それは？それではさらばだ。似たような運命をたどる友人よ。